プロホラー感を妨げないリアルな動きを実現するモーションマッチングと題しましてバイオハザードビレッジでのモーションマッチング運用について紹介させていただきます導入理由技術概要実例コスト振り返りという流れで説明していきますではまず導入理由についてお話しします背景アセットの品質向上に伴って 近年人型キャラクターの動きにもますます高い品質が求められるようになってきています。中でもバイオハザードというゲームはホラーゲームですのでキャラクターが滑稽な動きをするとホラー感を台無しにしてしまうという問題があります。動きを自然でリアルにするためにはたくさんのモーションを用意してそれらを適切に分岐させる必要がありますがこれまでのステートマシンなどの開発手法では複雑な分岐の構築と それを修正していく困難さが課題となっていました。そこに UBI ソフトが開発したモーションマッチングという技術が登場します。モーションマッチングの概要はパネルでも解説していますので、ここでは簡単に説明します。モーションマッチングはロコモーションと呼ばれる移動アクションを対象にしています。決まったコースに沿って大量のモーションキャプチャーを行い、それを短く分割しモーションのデータベースを構築します。 ゲーム実行中は今のキャラクターの姿勢と未来の移動方向に最も近いモーションをこのデータベースの中から探してきます。これを定期的に繰り返すことで一連の移動の動きを作り出すというものです。アルゴリズムは単純なものですが単純な中にも難しさはあります。詳細に興味のある方は「c a p c o ー o p e n c o n f ス r e n c e r e 2 0 1 9の動画をご覧ください。 では実際に「ゲームに実装されたた動ききを見ていただきますバイオハザード・ビレッジ」では2足キャラクターの多くにモーションマッチングを採用しましたが代表的な例として人型で挙動の理解しやすいドドミミトトレレススクク夫人とドミトレスク3姉妹ののゲーム内動きが自然になるということはアラが目立たなくなるということですので部分部分よりも全体的な動きの品質向上を見ていただきたいのですが。 その中でも急な切り返しでのリアルでスムーズな足運びなどは改善を感じやすい部分かと思います。またこの2つのキャラクターは体験コンテンツとして操作していただけます。では実際の各種コストがどうだったかをお話しします。キャラクターによっては移動タイプがある木だけだったり必要のなかったコースがあるためモーション数にはそれぞれ違いがあるのですが 平均して1つの移動タイプの制作にアニメーターの作業で2日プログラマーの作業で2日ほど必要としましたまたメモリー使用量に関しては検索で利用するデータベースはどのキャラクターでも1メガバイト以下という少ない容量で済み比較的ゲームに組み込みやすいものでしたちなみにライカンというキャラクターで検索データが突出しているのは汎用的であるため移動以外の行動種類が多いからです 最後にバイオハザードビレッジでのモーションマッチングを振り返ってみたいと思います。まずは効果についてですが、複雑になるステートマシンの設計、調整からは解放されましたが、コストがゼロになったわけではありません。それらの作業がモーションマッチングの調整という別の作業に置き換わったことになり、その調整ノウハウをつかむまでは時間がかかりました。調整のコツをつかんで以降は、他のキャラクターにも効率よく組み込んでいきました。 従来法との直接的な比較はできませんがより良い動きがより手間なく組み込める技術であると感じています一方で手法自体がルートの経路に依存したものになっているのでフラフラした移動などでは調整が大変でしたクリーチャーで利用する場合使いどころを絞ったりする必要がありますまだまだ改善の余地がありますので モーションマッチングに限らず、カプコンではさらなる技術開発を進めていきます。以上で紹介を終わります。